さて、それではちょっと今、よそ見してたんですけども、知ってる方かな、ひょっとしたら、レートもすっごい高かったですね。一瞬だけ見えて、ツイッター見ながらやってたんですけど、あ、レート高っと思って、名前もなんとなく知っている人だなと思うんですが、どうでしょうか。あー、勢い。何くんのかな、スラーブなのかスラッターなのか、ツーシームなんや。打ちに来る球が、まあもう振る気はないですよ。お、スラーブであれば。でも千賀下ろしても誰か来んねやろな。カットですか、外は。スプリーム、もう一球スプリームどうですか。スプリームやったけど、もっと出ると思ったな。かけたいけどな。ランナー進めたいけど、確実に捉えんとこれきついよ。うわ。いやー、ちょっと、そうですね。カットないですか？スプリームね。ちょっとそれが意外と縦変化なんやなっていう。あ、振ってもった。スプリームかと思った。で、案外フォークを投げてこない。あ、来た。あれ、もう一個は新高速フォークですか？よし、スプリーム。あと何？スラーブがもう一回来るかな？スラーブとか、カットボールどうですか？よしよしよし。いけ、ずるくいけ、小ずるくいこう。ストレートがまだ来てないんですよね。160キロあるのに、どっかで来るかな。カット、うわー、いけたな。ストレート待ちすぎた。よし、あかんか。生きて、一塁生きてくれよ。あ、すごいメンバー。なんとかここ、そうですね、どうしたらいいですか。加藤なんですけど、ノーマルの。よし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 。ある、ノーマル加藤はやっぱこれがある。で、あと、分かってんのに、このス、あー、高い。スラブ手出してまうっていうパターンがあるんですけど、今のはちょっと高すぎた。ちょっと、シュートとかフォークに見えてほしい、ストレート。あー、どうしたらいいですか？嫌ですよ。一応2点取れたから勝てる可能性だって、4600相手に。あー、やばいな。やりたくないな。なんでにいる？まあそうか、しゃあないか。変えようか。ちょっとだけ、今、テーブルがずれてて、誰や？服で行こうか。この初球命。これ入ったの大きい。わあ、すごい。コントロール D。わあ、コントロール D がひどい。コントロール D がひどいですね。さあ、よし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 。どうしよっかな。投げたことないけど、こういう球、どうですか？あえて、来たか。あえてどうかなと思ったんですけど、無理か。やめてほしいな。まぐれの2点が。やっぱすごいっす。制球力は、やっぱり中継ぎは制球欲しいな。まだ迷ってます。プライムマスターズを追うかどうか。みんな追わない方がいいっていうのがほとんどだったんですけどね。でも、
対戦する限りプライムマスターズめっちゃみんな持ってると思うんですよね。松井和夫。引いてるよなーって思いながら。2回で確定は大きいですよ。さあどうしましょうか。これ終わらない。4600か。まあ行くことない数字ですね。3000ゲームズさんの5000という本当に崩壊した数字を一度見てるので分からなくなってきましたが、4600は本当に行き過ぎてます。させてくれ。あ、無理や。あのキャッチャーがもうちょっと来いっていうモーションしてほしいな。そろそろマクガフ、いやまだかな。小野でまだね、可能性は残していきたい。このチェンジアップ、よし。村上くん、あー頑張ってほしかったな。中村かキャッチャー。おーっと、いやまだ一巡しました。1回裏もうそんな感じ、そんな感じで来る。ありがとうございました。いやーマイナス13800はキープですね。これはどうしたら正解だったの。今のは2点取って、ただまあもう打撃が抑えれなかったな、勢いがね。うわまたこれ、ほらこれですよ。僕の1個前の動画で載せてた取れない時に来るんですよ。欲しいんですけどね。今回のじゃなくて、まあ、今回のももちろん欲しいんですけど、もう一個前のクボタが私は気になって仕方がない。いやー、ストレス発散しよう。ちょっと、2点取れたのにな。関係ないですね。何点取ろうが。コールドになるまで打たれてたな、今のは。こう感じで打てたらいいのにな。追うかな、久保田。気になって気になって。まあ、ヤブとか井川ももちろん好きなんですけど、まあ、そうですね、久保田。で、なんかね、久保田打たれるとかって考察で僕勝手に言ってたんですけど、いざ、まあ、マッチングした、対戦で来たことはないんですけど、S の久保田を使ってて、かなり抑えれてるので、SS の久保田だと、球種が増えるんですよね。カットとチェンジアップかなんか入るんで、どうかなって。ただまあ、12分の1ですから、確率は。久保田、秀則、東で、であれば即スタメンかなと思ってるんですけど、あとのメンバーが、ショートがね、野村さんがいたり、坂本がいたりするので、で、井口とそれから原さんはオーダースキルが全部発動ではないんですよね。ちょっとだけそこが引っかかるかなっていう感じなんですけど、いやー忘れたいなー今の試合。どうしよう。あー考えたか、思い返したせいや、今の試合を。いや、あっという間にコールドで終わってしまいましたが、まあまあ、サンドバッグとしてね、これからは配信をしていきたいと思います。ということで、今回は、レート4600の方との対戦でした。そうですね。あれ、まあ、だからコールドになったからよかったけど、ずーっと打たれてたでしょうね。まあまあ、でも、負けても、3800なんで、マイナス1でしたね。なんとかちょっと北海道クリアできたらね、もう、久保田を絶対取りに行くんやったら2回追わないといけないんで、課金を2回せなあかんのちゃうかなと思ってて、2回しても足りないんですね、多分ね。4回しようと思ったらね。だから、ここで、ちょっとジュエルを、全国リーグで貯めたいんですけど、貯まらないので、やっぱやめようかな。ちょっと考えながら行きたいと思います。
ではでは、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。